春の笛、柳瀬隆。草笛が得意なタヌキの春、ある日森の入り口で泣いていた人間の赤ちゃんを拾います。かわいそうな小さな赤ちゃん、今日から私があなたのお母さんになってあげる。赤ちゃんの名前はパル。音楽にあふれた豊かな森でパルはすくすくと育ちます。でもある時、辛い別れがやってくるのでした。春の笛。タヌキの春は人間に化けるのが上手、そして草笛を吹く名人でした。森の動物たちは春の笛が大好き。水色の風が吹いた朝、草笛を吹きながら歩いていた春は森の入り口で人間の赤ちゃんを拾いました。かわいそうに赤ちゃんは今にも死んでしまいそうに弱っていました。今日から私があなたのお母さんになってあげる。春は吹いていた草笛の葉っぱを頭に乗せ、くるりと宙返りをすると、尻尾もひげも消えて、どこから見ても本当の人間のお母さんの姿になりました。たぬきミルク、たぬきパン、たぬきうどん、たぬきそばなんていろんなおいしいものを食べさせて、赤ちゃんはすくすくと大きくなっていきました。名前はパルとつけました。たぬきそば。春は毎日草笛をパルに教えました。森の草にも花にもみんな音楽があるのよ。みんな歌っているわ。草の葉を唇に当てれば草が歌うの。パルは春に負けないほど上手に吹けるようになりました。パルは今では森の人気者。春が忙しい時はパルは一人で草笛を吹いて遊んでいます。ある日、白いひげを生やした旅人は木の陰でパルの草笛を聞いていました。肩にかけたカバンの中からクラリネットを取り出すと、草笛に合わせて吹き始めたのです。パルはびっくりしました。でもクラリネットはとても上手に草笛に合わせたので、パルは楽しくなり、そのまま吹き続けました。夢のような森の音楽会。パルは嬉しくて頬が桜色になりました。旅人は演奏が終わるとパルの家を訪ねて春に会いました。私は音楽家のチョコパンというものです。森で偶然パル君の草笛を聞いてとても感心しました。ぜひパル君を私に預からせてください。必ず立派な音楽家に育ててみせますから。パルは春に抱きつきました。お母さんと別れるのは嫌だよ。春は可愛いパルと別れるのは死ぬほど辛かったのですが、
パルは人間の子供で、私はタヌキだから、やっぱり人間の世界へ返した方がええわ。そうしてパルが、もし辛くて、逃げて帰ってくることがあれば、いつでも迎えてあげられるように、このまま、ずっと人間に化けて、パルのお母さんでいようと、決心しました。さよならパル。お母さんは、待っていますよ。そうして何度か花が咲き、花が散って年が過ぎました。森からパルを連れてきた音楽家のチョコパンは、パルには一番フルートが向いていると言ってフルートを教えました。フルートの勉強は厳しくて辛かったのですが、寂しくなるとお母さんの春のことを思いながら草笛を吹くと不思議に元気になれたのです。春の笛、大好きなお母さん。春のフルートはチョコパン先生も驚くほどメキメキと上達しました。パルが演奏会を開くと、いつも満員です。人間だけでなく、鳥や動物も集まってくるのです。音楽堂の屋根には、街中の鳥が飛んできたのかと思うほど、たくさんの鳥が止まりました。パルはフルートの天才として有名になりました。森にいるお母さんを呼びに行こう。そうして一緒に暮らすんだ。パルはある日、お母さんの春を迎えに行くために旅に出ました。久しぶりに会った春は元気でしたが、昔より一回り小さくなっていました。でもそれはパルが大きくなったせいかもしれません。お母さん、会いたかったよ。私もだよ。パル、立派になってよかったね。昔のように、おいしいたぬきうどんを食べてから、パルは春に言いました。お母さん、さあ僕と一緒に町へ行きましょう。でも春は首を振りました。それはダメよ。お母さんはこの森で暮らします。それでもパルが諦めないで何度も誘うと、春は怖い顔して言いました。秘密にしていたけど、私はタヌキなのよ。今私の本当の姿を見せてあげる。春は家の外へ出ると葉っぱを頭に乗せてくるりと宙返りをしました。でも春はタヌキに戻れませんでした。パルがいつ帰ってきてもいいように、あんまり長い間人間に化けていたからです。お母さんは、冗談と宙返りがうまいな、たぬきうどんもうまいな。パルは春を抱きしめました。いつの間にかあたりは春、森は一面の花盛り。パルと春は涙をこぼして笑いました。お母さんの草笛、久しぶりに聞かせてください。パルのフルートも聞きたいわ。懐かしい春の笛、その優しい草笛に寄り添うようにパルがフルートを吹きます。ぴったりと息の合った二人の笛は、木の葉を震わせて春の森に広がっていきました。大好きな春、柳瀬隆。春の笛が絵本になったので嬉しく思います。
このお話は今までに2度改作してやっと完成しました。ラスト近くでお母さんは冗談と宙返りがうまいなぁという春の言葉が自分で気に入っています。僕の故郷は高知県の四国山脈の秘境に近い小さな村。祖母は絵に描いたような日本のおばあちゃんで、天使のように善良で、タヌキのように愛らしい人でした。息子も孫の僕たちもみんな都会に出たが、祖母は90歳過ぎても田舎の一軒家で、一人で客商をしていました。ただの一度も憂い顔を見たことがない。タヌキのお母さんは僕の祖母がその生き方でいくらかモデルになっています。